すべては静かに、ですが確かな悲劇として、その手術の強要から始まりました。皆様は狭心症という病気をご存知でしょうか。心臓の筋肉へ血液を送る冠動脈が狭くなることで、胸の痛みや圧迫感を覚えさせる病気です。狭心症も他の多くの病気と同様に重さの違いがあり、当時奈良県大和郡山市にある山本病院に勤めていたその女性看護師は、軽い症状の狭心症を患っていました。看護師という体力を要求する仕事をしているくらいですから、それだけでも軽いことがわかります。しかし山本病院の院長であり、運営する医療法人の理事長も兼任する山本文也は、彼女に心臓カテーテル手術を受けるように半ば強要しました。もちろん心臓カテーテル手術はリスクを伴う施術です。彼女はそのリスクを認識していましたが、ついに押し切られる形で手術は強行され、最悪の事態を招きます。なんと彼女は術後に亡くなってしまったのです。2004年のこの出来事は社会に知られることなく闇に葬られました。そしてこの事件は今後引き起こされる衝撃的な悲劇の始まりに過ぎなかったのです。早期にがんを見つけてもらってよかった、早く治して自立したい、その男性は日記にそう書き記していました。彼は山本病院に入院する患者であり、検査によって肝臓がんが見つかったと告知されていました。手術の前日まで書き綴られた日記には、生きることへの希望と病院への感謝が書き連ねられており、心の清らかさがあらわになっています。それは女性看護師の悲劇から2年後の2006年6月でした。手術は院長である山本と山本病院に勤める塚本康彦医師によって行われます。ただ後にこの手術はまるで必要のないものだったと指摘されています。実は男性患者は肝臓がんなどに侵されてはおらず、肝臓には良性の血管腫があったのみで、リスクの高い切除手術を行う必要はまるでなかったからです。ではこれは病院の誤診なのでしょうか。そうであればむしろまだ良かったのかもしれません。血管腫は見る人が見れば検査結果からすぐにがんと判別できるものであり、当時の副院長や塚本医師もまたそのように判断していました。にもかかわらず山本は塚本医師にこう呼びかけます。肝臓がんということにして手術をしようや、儲かるで。山本は患者を単なる金儲けの道具として見ていました。2年前もこの時も同じです。さらに山本は心臓血管外科、塚本医師は呼吸器外科が専門であり、いずれも肝臓の手術経験は全くありませんでした。それにもかかわらず手術は行われました。輸血の用意もなく、止血用のクリップも使わず、さらにはその手術方法も常識からは考えられないもの。結果手術中に山本は患者の静脈を損傷させ大量出血。すると山本は傷口を簡単に縫い合わせただけで突然手術室から出て行ってしまい、あとは残された看護師たちに丸投げ、手術を放棄し酒を飲みに出かけてしまったのです。その後連絡が取れないままに出血は再発、責任を押し付けられた塚本医師や看護師たちの尽力も虚しく、男性患者は死亡したのです。本来このような亡くなり方をした場合、異常死として警察に届け出を行う必要があります。しかし山本は死因を改ざんし警察へも知らせませんでした。その上数ヶ月後の奈良県の聞き取り調査には、肝臓の手術の経験は10回以上あったと平然と嘘をつく始末です。天はこのような不正を許しませんでした。わがままな王様のように振る舞う彼もついに罰せられる時が来るのです。2006年6月の手術後、男性の肝臓から摘出された腫瘍は病院内に検体として保管されていました。これを見つけた看護師が機転を利かせ病理検査に送ります。結果は良性、やはりその腫瘍は癌などではありませんでした。変装されてきた検査結果の写しは院内で静かに保管され、山本の犯罪の決定的な証拠として活用されることになります。日頃から看護師の分際でなどと暴言を吐いていた山本は、失った人望のためにその悪事を晒されることになったわけです。2009年7月1日、山本は病院の事務長とともに詐欺容疑で逮捕されました。
警察はすでに山本を取り巻くいくつもの容疑について調べを進めていたのです。その中で病院の医師や看護師たちの口から次々に恐ろしい事実が明らかになります。患者のほぼ全員に症状の有無や検査所見に関わらず心臓カテーテル検査をしていた。検査を拒否した患者は強制退院させていた。冠動脈に異常があるかのように放射線技師がフィルムを加工していた。入院患者の診察は週1回程度だった。罪悪感を持った職員は次々に辞め、違法行為を指摘した医師は辞めさせられた。命を守るはずの医療関係者が病を偽装するどころか病を作り出していたのです。より詳しい調査として11例のカルテを確認した循環器専門医2名は、ほぼ全症例で過剰診療が行われ、多くの症例で病名、症状、検査所見の捏造が行われていたものと考えられると報告。裁判と並行して行われた専門医による追加調査の結果、少なくとも140人分の血管内手術、いわゆるステント留置術は必要のないものであり不要な手術だったと断定されました。しかもそのほぼ全員が県外から十分な説明もなく転院させられてきた生活保護の受給者たちだったことも判明します。山本は確かに詐欺罪で逮捕されました。事実として山本が理事長を務めた医療法人は約3億2000万円を搾取したとして29の自治体から届け出がなされたほどです。特に被害の大きかった大阪市が1億1370万円のうち92万円しか返還を受け取れなかったのをはじめとして、7つの自治体で143万円余りを回収したに過ぎませんでした。ですが金は戻ってきても人間の命は戻りません。これから法廷での裁きが始まります。2010年1月13日、山本が理事長を務める医療法人が自己破産した翌月に、山本は詐欺罪で有罪判決を受けます。懲役2年6ヶ月で執行猶予のつかない実刑判決でした。山本は控訴するも大阪高裁がこれを棄却します。この事件では同じく逮捕された事務長のみならず、カテーテル納入業者も有罪判決を受けました。ただ本丸はここからです。2006年の男性患者が亡くなった肝臓手術失敗の事件、警察は故意犯として傷害致死容疑での立件を目指したものの、確実に有罪判決を勝ち取りたい検察は過失犯として山本を扱いました。その理由は彼の遺体がすでに存在せず物的証拠が得られなかったためと考えられます。結果としてこの事件もまた有罪判決が下され、禁錮2年4ヶ月の実刑判決となりました。法律の運用としては正しいとしても、とても実態に沿っているようには思えない決着です。実際に殺人罪であれば懲役5年以上は間違いなく、到底反省が見られない山本に照らせばより刑期は重くなったでしょう。それがわずか禁錮2年4ヶ月というのは驚きの判決と言わざるを得ません。大阪大学医学部を卒業したエリートである山本は、そのまま花形とされる大阪大学第一外科医局に勤務。その後大阪で眼科を開業したもののトラブルを連発。逃げるように奈良へやってきて、山本病院という自分の城でいくつもの事件に関係しました。ことあるごとに金、金と口にしていた。酒が大好きで山本病院でも酒の匂いをさせたまま診療していた。同級生は彼のことをこのように評します。呆れて物も言えない彼のような人間を適切に裁くための仕組みがもっと必要なのではないでしょうか。山本にわずかながらも力を貸していたのが塚本医師です。彼もまた2010年2月6日、山本と共に業務上過失致死の容疑で逮捕されました。しかしその19日後の2010年2月25日、なんと塚本医師は急性心筋梗塞によって倒れ、帰らぬ人となったのです。塚本医師の遺族は勾留中に適切な治療を怠って死亡させたとして奈良県に損害賠償を求めて提訴。さらに彼の司法解剖結果を調べた岩手医科大学教授が、遺体の状況から取り調べ中に暴行を受けた可能性があるとして刑事告発を行いました。警察は彼の右足の怪我について塚本医師のあぐらによってできたものと主張しますが、明らかに違和感があります。取り調べ室には当時カメラなどは設置されておらず、暴行の証拠といえるものは一切存在しませんでした。果たして警察はその正義感から塚本医師に暴行を加え、結果として死なせてしまったのでしょうか。
最終的に遺族の主張は認められず、取り調べを行った警察官2名は不起訴とされ、その後の審査申し立てでも結果は変わりませんでした。病院とはあらゆる不安や苦しみに救いの手を差し伸べる場所です。昔からの標語として、医は仁術というものがあります。医師に高い倫理観を求める言葉ですが、山本はそうした価値観とは真逆であり、決して医師になってはいけない人間でした。事件が発生した時には、多くの患者の遺体はすでに存在せず、証拠を得るのが難しい状況でした。看護師の機転がなければ、2006年の事件さえも明るみに出なかった可能性があるでしょう。患者は医師の人間性に目を向け、丁寧に診察と説明を行ってくれる病院を選んだ方がいい。そうした確固たる教訓を、この事件は与えてくれています。